僕らが問題にしてるのはそっちじゃなくて、生物濃縮ってやつ、生物濃縮っていうことと、それから内部被爆っていうことはずっとねぐられてきたんです。水俣病とちょっと一緒にしたらあかんと思うんです、ね、いやいや、もちろん今分かりやすいように言ってる、一緒っては言ってない、全く違って、今回のトリチウムとかいわゆる放射性物質取り込んだものがそのまま体内にとどまり続けるものをではないんですよ。それを生物濃縮といって煽るのはやっぱり科学的ではないと思うんです。いや、そこは多分足立さんと僕との一番の違いだと思っていて、生物濃縮っていうのは今までこれだけの物質流したことはないわけだから、何が起きるか分かんないっていうふうに普通は科学は考える。で、原口さんみたいな政治家がこうやって具体的な資料に基づいて議論するっていうのは本当に僕は大事だと思うんです。大事なことは、こういう議論をオープンでやれたら全然違うんです。